Welcome back to Mr. Red Dragon 543. We are doing the event of patch 3.3. Almost forgot what. That's the bird. All events are important, Paimon. There's Primo gems involved, it's important.私は重要な局面にしか現れないと思われているのですか。今回の肝試し大会は確かに私の提案です。あくまで企画を通しただけです。こうして確認をするのも私の仕事ですよ。肝試し大会は手に取って広く伝わっていますし、参考にできる事例も多いので、おそらくつつがなく行われるでしょうし、 細かいことは家臣たちに任せていますから。なるほどな。ってことは今、アヤとあまり忙しくないってことだな。だから、オイラたちに肝試し大会のルールを説明してくれよ。こうも自然に人に用事を言いつけるとは、さすがパイモンさんですね。確かに時が来れば、お二人の協力が必要になるかもしれない。 お気になさらず。時間もあることですから簡単に説明しましょう。やったぜ。肝試し大会、その名の通り遊びとしての度胸試しです。肝試しの場は鎮守の森にしました。肝試しを始める前に毎回参加者には2人ずつの組に分かれてもらいます。 組み分けができたら、事前に鎮守の森やその周辺地域に置かれたとあるものを発表します。一番先にそのものを見つけた人がその回の勝者となります。その回？あれ、もしかして肝試し大会って何回かやるのか。その通り。肝試し大会は3回行われます。 何せ、実は今回の肝試し大会は3つの勢力が主催しているものですから、商人たちは資金を集め、上里家は場所を提供しました。そして鳴神大社が顧問を担当しています。3つの勢力それぞれが参加者の探すものを決めるので、試合自体も3回戦で勝負を決めます。おいら分かったぞ。 なんだかんだ言って、要は鎮守の森で物探しするだけってことだろ。1回ごとに2つ見つけて、3回で3つ見つけるんだな。簡単じゃないか。ええ、よく理解してくれました。試合に勝利した回数をもとに、異なる商品を用意するつもりです。もし複数回勝利を収めた人がいれば、最後に与えられる報酬も増えます。 3つすべて集めることができたら、鳴神大社の提供する豪華御神物も獲得できますよ。豪華御神物？聞くだけに高そうだぞ。さあ、どれほどの村に相当するのでしょう。試合に勝利した上で、あの宮司様に聞けば答えがわかるかもしれませんね。無論、 肝試し大会で最も試されるのは度胸です。もし恐怖に負けて途中で退出すれば、勝利とは無縁になるでしょう。さて、恐怖に耐え、最後まで持ちこたえられるものがどれだけいるやら。用意した商品が誰にも送られないとなれば、私の方も困りますからね。 Trust me, the most horrifying thing we've seen was your sister in fucking water with socks, okay? Nothing could terrify us more. That's right. We'll be the ones terrifying people. あとで私があなたたちの名前を参加者名簿に登録すれば参戦完了です。 3つのものの正体については
肝試し大会の現場に着けば紹介してくれる者がいるはずです。最後に友達として一つ教えてあげましょう。肝試し大会では毎回怪しい噂が流されてしまうのです。どうかお気をつけて。あいつのあの口ぶり、まさか Yes. 真珠の森に何か本物がいるわけじゃないよな。 There will be the spirits of wit. It's certainly possible. まったく、お前まで俺を脅かすなよな。とにかく噂の豪華ご神物のために出発。It's Ito! What are you doing here? Shoyota! Yes, he is. Sorry, I'm not sure. Marie, who's your Zengu Kono Moresa?あらたき、度胸は天より高く、いっと、言いたいところだが、実は、今回は別の便で来たんだ。Remembering the chasm when he was afraid of ghost? 長い話になっちゃうんだよな。この前、肝試し大会の情報を聞いた俺様は、すぐにあらたき屋を全員かき集めて、思い切り楽しもうと思ってたんだ。なのになんと俺様の子供はドイツもこいつも肝試し大会に興味がねえみてえでよ。真珠の森なら何度も言ってたぞ。全然怖くないぜ。あんなの子供が度胸を鍛えるためのゲームじゃんかよ。そんな時間になったら七星召喚でもやろうぜ。本当に肝試し大会に参加するのか。 What are these fucking like it's kind of serious。みんな揃って元気がねえんだ。こんなじゃダメに決まってんだろうよ。その気持ち、オイラにもわかるぜ。テンション上げて人を遊びに誘ったのに、相手が全く興味を示してくれないなんて。面目丸つぶれだよな。メンツの問題じゃねえ。新たぎ屋の親分として、俺様は常に新しい面白いものを見つけて子分に楽しさを感じさせ続けなければな。最初は理解できなくていいが、今に見てろよ。肝試し大会の面白さを実感させてやる。You should don't care about your game members。 話が戻っちまうが、俺様も珍珠の森なら何回も言ってる。そりゃ最初の頃は確かに怖かったが、今は完全に慣れちまってな。シャブ業の奴らだけを頼りにして何の新しい真似ができるってんだ。参加者をビビらせることができなかったら肝試し大会にはならねえからな。それが原因でまた子分に文句を言われた日には、それこそ俺様のメンツが丸つぶれだぜ。結局メンツの問題なんじゃねえか。原因ってのは複雑なもんだからな。とにかく俺様には一つプランが。シャブ業が信用できねえなら、俺様が肝試し大会に少し工夫させてもらう。Oh no, Ito, what are you doing? この俺様がじきじきに俺たち役を演じるぜ。これなら間違いなく盛り上がっちまうぞ。He told like me for real, for real. Like, and I'd probably do that shit too. おい、生きるぜ。
安心しな。俺様がいれば肝試し大会なんてちょちょいのちょいだぜ。出発！今度こそあいつらをビビらせてやるぜ。もうダサいやつだな。あれ、でもあいつのおかげでなんだか怖くなくなったぜ。ひょっとして笑い声って恐怖をなくせるのか？ For sure that would just make things even scarier. おいらたち大声で笑おうぜ。おい、旅人、パイモン、雑談はそのくらいにしとこうぜ。このままじゃ、肝試し大会に間に合わなくなっちまうからな。すぐ行け。ここが肝試し大会の会場みたいだな。Yeah. おいらの気のせいか？見覚えのある景色なのに。雰囲気はうまいよ。ずっと怪しいぜ。It's surprising that this event is... Oh my god! いきなり後ろから声をかけるなよ。びっくりしたぞ。どうしたんだよ。いやな、突然とある問題に気づいちゃっただけだ。コモンども驚かせよとは言ったが、よく考えてみたら、俺様は今までちゃんと人を驚かせよ。You just scared Paimon. 今さらそれに気づいたのかよ。So you mean you want to practice first? リハーサル。おお、そいつはいい考えだな。とびっきりのアイデアを思いついたぜ。お前らは普通に肝試し大会に参加して、俺様がその道中で隠れながらタイミングを見上がってお前らを脅かす。You know, I'm surprised Hu Tao's not in this event, or that this event is not on Halloween. Seems a little out of place that it's near Christmas. Because usually this time we'd have a Dragon Spine event. Because it's like the December, right? So usually December's our mainly, for the past 2 years, have been...Dragon Spine. Let's go talk to this creepy woman over here. お二方の身にまとっている黒い霧から不吉なオーラが漂っています。何も知らずにここに入り込むなんて、うっかりすると暗闇に飲み込まれてしまいますよ。こいつ本当に巫女なのかよ。なんだその不気味な笑い方は。今ならまだ引き返せますよ。3つまで数えますから。3、2、1。肝試し大会へようこそ。That was the first test. ちょっとした試練として考えていただければ、あまたの階段も平和そうな日常から始まるものですからね。焦るべからず、疑問を抱くべからず、深く考えるべからず。お二方がここに入った瞬間から全てが定まっているのです。束の間の安らぎをゆっくり楽しんでください。第1回の試合は間もなく開始してしまいますが、あなたたちは仲間を見つけましたか？やっとオイラにも分かる話になったな。仲間、オイラたちは最高の仲間だぜ。あら、でも名簿を見るとあなたたちは一人の参加者として登録されているようですが。ああ、旅人とパイモン、そう書いてあります。つまりもう一人を探して手を組む必要がありますよ。いきなり仲間探しかよ。
イッタのやつが消えていなかったらあいつとコメタなのに、どうすればいいんだ。私の知る限りまだ相手の決まっていない選手がいるようです。カズハゴロウ探してみるのはいかがでしょう。あやく、でもお早めに済ませて帰ってきてくださいね。試合開始までに組になれなかった場合は失敗と判定されますので。そんな、早く近くを見て回ろうぜ。旅人さん、パイマンさん、こんにちは。え、あやかも肝試し大会に参加しに来たのか。ええ、お兄様から肝試し大会が面白いとお聞きしまして、試してみるよう勧められたのです。ただ肝試し大会には参加したことがありませんので、どんな内容なのかは分かりません。あやかも初めてだなんだな。実は私は新規にまつわることが苦手で、無礼な振る舞いで家族に恥をかかせないかといつも心配でした。その失礼ですが、旅人さんとパイマンさんはもうお二人で組まれているのですか。 No, we're somehow さて、巫女のお姉さん曰く、オイラたちは一人の参加者としてカウントされているらしいから、オイラたちもちょうど相手を探してるんだぜ。よかった、もしよろしければ私と組みませんか。あなたたちがそばにいてくださればなんだか安心できますので。あ、もちろん、もし他の方とチームを組みたいのであれば。 Let me think about it。 お気になさらないでください。 I want to see what the other two have to say。 私はここであなたを待っていますので、必要な時いつでも私のところに来てください。Scream at him, would you? 旅人、パイモン、まさかここでお前らに会うとはな。オイラたちは肝試し大会に参加しに来たんだぜ。ゴローもそうなのか。まあな、俺はもともとヤイドウに今月の鉄管漢字の返信を提出しに来たんだが、まさかあのキツネ女もいるなんて。あいつから肝試し大会のことを聞いて試すように勧められたんだ。もともとあまり興味はなかったんだが、あいつがまた爪爪の大使を取るのか、まさか怖がっておるんじゃあるまいな。ファケリアイ、俺はうっかりあいつの挑発に乗ってしまったんだ。ここに来たから後悔し始めた。ここはまさに罠だらけの地だ。なんだか不吉に聞こえるぞ。予感がするんだ。森にはいろんな待ち伏せがいて、一歩足を踏み入れたら最後失敗の局面が待っているような。あの狐がどこか暗いところに隠れて俺のことを嘲笑おうとしているかもしれない。それだけじゃない、写真を撮って渡爪島に送ろうとしているに決まってる。三五宮様曰く、伏兵に遭遇した時はその勢いを避けるべし、避けられない場合援助を求めるべし。お前らに会えたから俺の盤面にはまだ天気があるんだ。 You know, for a 俺と組んでくれないか。 You know, for a dog, you're so much of a pussy. So I'll think about it. そうか、そうだな。お前には一緒に参加してくれる人がたくさんいるよな。誰と組もうと楽しく遊ぶことが一番だ。頑張れ。風から馴染みのある匂いがすると思ったが、やはりお主らであったか。Just makes sense to go up with Kazuha. まさかカズハも肝試し大会に参加してたなんて。おお、それはまた何故？拙者と肝試し大会は相いれぬか。いやいや、オイラはただカズハの怯える姿を見たことがないだけ。 Exactly why he'd be the best partner. カズハいつも淡々としてて怖いものなんか何もなさそうだからな。過分でござる。何年も寝なし草をしていると階段のよく耳に入ってくるもの。実は時に自ら経験することさえあったゆえ次第に慣れてしまっただけでござる。やっぱり怖くないんだな。
肝試し大会に参加するんだ。シャブ業が肝試し大会の報酬を大げさに宣伝していると聞いた。お主らが参加しに来ることも想像がつく。久方ぶりゆえここで会うのも悪くはない。別れの後の久々の再会はいつも心躍るものでござるな。おいらたちのことを待ってくれてたのか。Yes. さよ。最近の旅は順調でござるか。絶好調だぜ。そうだ、さっき向こうのお姉さんは肝試し大会に参加するには仲間が必要だって言ってたけど、カズハはもう見つけたのか。まだでござる。お主らは拙者と組む必要があるでござるか。 Yes, you're gonna be my partner. では共に回ろう。拙者も肝試し大会に参加した経験は少ないゆえ、こたびここでどのような新鮮な体験ができるのかは存ぜぬ。 Girl's gonna get the first one. So Goro's gonna get scared first, then Ayaka, and then we're gonna win. では、肝試し大会の1回戦で探してきてほしいものを発表しますよ。その名も、団子ぎゅうぎゅうです。団子ぎゅうぎゅう？ともきさんからご提供いただいた団子ぎゅうぎゅうが現在、鎮守の森のとある場所に置かれています。方向を示す道しるべが置かれていますが、分かれ道もございます。また、道中ではあらゆる怪しいことが発生するかもしれませんので、くれぐれもご無理なさらず。退出はいつでも可能です。準備ができたら、どうぞ始めてください。行こうぜ。他の人に先を越されないようにな。Yes.All right, so proceed following signs. Oira no ki no sei ka? Nanda ka, kyou no chinju no mori wa itsumo yori mo bukimi na kiga suru ze. Like how Kazuha's just following us. Sessho no kankaku de wa itsumo to kawari nai de gozaru na. Hitotsu, mukashi hanashi de mo shiyou. Katsute, kakuchi o tabi shite ita naki.とある橋を渡ったことも。 Why are we doing a forced walking segment? Come on, MihoYo. こういうことを話してくれるものがいた。夜に橋を渡ってはならない。不吉なものに遭遇してしまうからと。聞けばその橋でとある恋仲が川に落ちていったことがあり、その恨みは橋の上空に集まってよどみ、長い時を経ても散ることはなかったという。そこで拙者はわざと夜になる。待ちくたびれたぜ、牛屋。おい、何？Did he just stroke? 怖くねえのか？牛屋、もっと大きな声を出せ。そうくらっちゃね。どうだ、ビビったか。Oh, we found Dongo Milk. Oh, yo. どうやら拙者たちが一番先に着いたようでござるな。なんでそんなことわかるの？空気中にある種の甘い匂いが漂っているゆえ、丹後牛乳はそう遠くないだろう。Okay, what's with the background music? It's acting all freaky. It's called a prop. I'm like. そうだよな。あたりには何もなくなったみたいだし。どうやら試練というのは想像よりも難しくなかったようでござるな。なれど、お主らと一緒に体験できたのは趣深いことであった。団子牛乳も見つけたことでござるし、来た道を戻ろう。
Why is Raiden there? I just thought, yeah, that was just...彼女の肝試し大会に来ていたでござるな。不必要な面倒事を避けるため、拙者はここで退散するでござる。代わりによろしく伝えておいてくれぬか。団子牛乳は大量にあるゆえ、拙者は半分を持って帰るとしよう。残りの分はお主らに任せたでござる。Well, there's a reason why he probably doesn't want to come cut that quiver. Hello? あなたたちでしたか。ミコからここで肝試し大会が開催されていると教えられたのです。それで気分転換してこいと勧められましたので。そうだったのか。それでエイは肝試し大会を楽しめたのか。いえ、特に変わりありません。私は何も怖くはなかったのですが、むしろ一部の参加者が私の姿を見てビクビクしていたようです。ミコのやつ、まさかわざとエイを送り出して人を脅かそうとしたわけじゃないよね。 Sounds like something she'd do. それじゃあエイは何の体験もできなかったんじゃないか。そうだ、さっきオイラたちが手に入れた団子牛乳をエイに一つあげるぞ。これでお前もこの会の勝者だぜ。これは以前一緒に飲んだことのある飲み物ですね。ではいただきます。実はここに来てから馴染みのある気配を感じているのです。それはもう懐かしいと思えるほどに。馴染みのある気配？下の砂浜へはもう行きましたか？No, we have not. 先ほど近くを散策していたところ、砂浜に空き地があるのを見ました。そこには見覚えのある遊び道具が置かれていました。ざっと一通り眺めてみたのですが、どうやら空中に浮かぶ板で玉を打ち、事前に設置された元素ブロックに命中させる遊びのようです。空き地遊戯という名のようでしたので、空き地跳ね遊びから派生した遊びではないかと推測しました。少し昔のことを思い出しました。空き地跳ね遊び？なんだそれ。羽子板で弾を打ち標的に命中させるという昔のお祭りで流行った遊びです。誠も昔空き地跳ね遊びが好きでした。あの頃は百鬼がまだいましたし、稲妻の夜も今よりずっと賑やかなものでした。妖怪たちはよくお祭りを開きました。大勢で集まってお酒を飲んではしゃいだり即興で演奏したり。それって常に堂々と美味しいものをいっぱい食べられるってことか。そうです、妖怪たちは自らのお祭りを三千花祭りと名付けていました。誠と一緒にそのお祭りに参加したことがあるのですが、誠はとても面白がっていました。残念ながら過去は放映のように去っていきましたが、再び似たような遊びを見られるとは実に心躍ることですね。面白そうな遊びだな。おいらも遊んでみたいぞ。もし興味があるのでしたら砂浜のところで試してみてはいかがですか。先ほど私が行った時にはまだ推理中のようでしたが、さほど時間はかからないでしょう。やったー。では私は先に天守閣に戻ります。ミコから今回の肝試し大会は3周あると聞きました。最後まで走り通せるといいですね。あなたたちでしたら
きっと最後まで走り通せるでしょう。そんなの当たり前だぜ。な、信じていますよ。それにしても砂浜でやってる遊びのことなんかあやとから聞いてなかったよな。本当にシャブ業が主催しているものなのか。うそう考えるとなんだか怖くなってきたぞ。肝試し大会のせいでおいら今もまだ体がこわばってるんだ。とにかく第1回戦はこれで終わりのはずだ。ひとまず戻ってみようぜ。Yes. どうだ、俺様の脅かし役としてのテクニック、なかなかのもんだっただろう。どうしよう。おいら、ずっとお前の後ろに隠れてたから、キッドのやつが出てきたのなんか全然気づかなかったぜ。た、旅人、お前はどう？イットの脅かし役としてのテクニックは。 You're the scariest Tony ever。 俺様も自分にこんな才能があるとは気づいてなかったぜ。だがちょい、今度こそ子分どもに俺様の凄さを見せつけてやる。あいつらがどの道を通って戻ってくるか俺様はすでに把握済みだからな。道中に待ち伏せして盛大にビビらせてやろうじゃないか。He's got stars in his eyes. He's like, yes. どうだ、お前ら準備ができたら出発だ。この辺りのはずだ。急いで、俺様と一緒に隠れろ。来たぞ来たぞ。一体どんな風にあいつらを脅かすつもりだ。そりゃもちろん、あいつらが来たら揃って大声を出しながらここから飛び出してビビらせてやるに決まってる。子供っぽいやり方だな。 I kind of doubt this will work. So what are you...おいおい、舐めてもらっちゃ困るぜ。方法はシンプルだが、俺様にはあいつらの考えは全部お見通しなんだよ。あいつら、今は絶対つまんねえなとか、早く帰りてとかふざけながらのんきに歩いてるはずだ。今のあいつらはまさに無謀そのものだぜ。それにここはぐらいぐらい突如草むらからピンピンした人間が3人も現れたら脅かされるに違いない。やつらの反応が追いつく前に俺らは撤退して次の待ち伏せ場所を探すんだ。ジニアス。シー、聞こえるか。誰が来てる。これは間違いなく俺様の子分どもだ。3つ数えて一緒に飛び出すぞ。3、2、1。ふわわ。まさか、ひょっとして、お化けだ！お化けだ！ What the fuck? 待て！もう逃げなくていい！お前にも見えたんだよな！ They're wearing masks, dingus!肝試し大会の階段が本当になったんだ。どうすればいいんだ。おいらたちもう幽霊に取りつかれちゃったんじゃないのか。バイブ、お前ってそんなに臆病だったんだよ。お前の方が先に逃げたんじゃないか。どの面下げておいらのことを笑ってるんだよ。それはお前はお化けだって叫んだからだ。俺様は無意識にまずはお前らを安全な場所まで連れて行こうとしたんだね。なぜ本当の幽霊はすごく怖い。俺様の拳も全然効かねえからな。So why did we stop running? どう思ったんだ。あいつらも逃げていっただろう。つまり
あいつらも俺らのことを怖がっているっつうことだ。それで俺様は冷静になったんだ。で、冷静になってからこう考えた。あいつらは本当に幽霊なのか？ひょっとしたら誰かが人をたぶらかそうとしてるんじゃねえのか？いやいや、そりゃないぜ。さっきの試合の時、俺様は鎮守の森を一通り回ったんだ。シャブ業の連中が用意した仕掛けは全部見たぜ。あの三人は決してシャブ業側の人間じゃねえが、なんかあの姿は妙に見覚えがあるっつうか。 Guessing going me as part of this event? よし、戻ってもう一度確認だ。え、戻るんだよ。Paimon's white as a ghost. She got like that moon glow, you know what I mean? But wouldn't it be dangerous? そうだった。前にライドで買った小説に確か書いてあったぞ。事件を調査するときに行かないからなって言うやつは大抵次の被害者になるんで。いやだ。おいらも行く。お前らがそばから離れないぞ。よし、あいつらはさっき、あっちの方向に逃げていったようだ。一体どこまで逃げたかわからねえが、手分けして探そうぜ。でも、それじゃあお前の方が一人きりになっちゃうよ。探偵小説ではそれもすごく危険なんだ。俺様を心配する必要はねえよ。俺様が本気を出せば向かうところ敵なしだぜ。嫌な予感がするぜ。お前のことをここまでビビらせるなんて、どうやら人を脅かすことにおいてはそれなりの心得があるやつらみたいだな。今回やつらを捕まえたらきっちり勉強させてもらうぜ。じゃあ俺様は先に行かせてもらう。イットのやつまた勝手なこと言って行っちゃったの。オイラたちも本当に行くのか。そうだな、行ってみるしかない。もし何か怖いものに遭遇したら一刻も早く逃げるんだぞ。いつの間にかこんなところまで来ちゃったぞ。さっきの3人全く見当たらないな。一体どこに逃げたんだよ。やっぱりイットの言う通り、あいつらもどこかに隠れたのか。そう、よく聞け、三人の臆病者め。おいらはすでにお前らが見えてるんだぞ。早く出てこい。カズハ。おう。What? うわー、なんでここに人がいるんだよ。声も出さないでいるからびっくりしたぜ。そんなことしちゃダメ、千鶴。欲が理性を上回ると他の人に不幸をもたらしてしまう。同じ過ちを繰り返すわけには。もう少し耐えるの。あんなに長い間耐え続けてきたんだもの。このくらいの時間きっと大丈夫でしょうね。こんにちは。三人の悪いやつがここを通るのを見なかったか。It's just me, or does she look like she's bearing something? Kimi tachi, watashi ni koe o kaketa no. Konna, watashi ni koe o kaketa no. The fuck? Koko ni kuru beki ja nakatta no. Watashi ni chikazuku beki ja nakatta no. Inochi ga hoshikereba, hayaku hanarete. Ja naito.君たちの魂は永遠にここをさまよい続けることになるわ。Huge doubt. 同じ過ちを繰り返さないで帰る。
Okay. Okite. Hora, hora. Okite. What will happen? Yokatta. Buji datta mitai da ne. Hazel? もっと大事なことがあるんじゃないのかな。おいらは食べないでくれ。全然美味しくなくないよ。おいらの形絶対に取ってくれよ。 Come on, wake up。 おいらのこと助けに来てくれたのか。映像まで。There's a person wearing a weird outfit. When I arrived, you guys were losing your memory and falling here. There was no other person around. What happened? What happened? It seems to be my guess.肝試し大会の裏には何らかの事情がある。さっき僕がどうしてここにいるのか聞いたでしょ。まだその質問に答えてなかったね。実は僕はある依頼を受けてその調査に来たんだ。依頼？そうだよ。つい最近砂浜でおかしな遊びを発見した人がいてさ。砂浜の遊び？あ、それって映画言ってた秋津遊戯ってやつのことか。おや、どうやら君たちもそれなりに事情を知ってるみたいだね。あの遊びは少し前にひっそりと解放された。そして何人か偶然その遊びをやってみた人たちから面白いって評価されたんだ。でも砂浜には話を聞いて集まってきた見物客以外には誰もいなかった。例えると道端に屋台が一つ増えてるのに天使の姿がどこにも見えないって感じだ。さらに変だったのはこの天使なき屋台は通常通り営業してたってとこだ。砂浜に来た人は告知板に声をかけるだけで遊ぶことができるようになっていた。まさか幽霊なのか。人々もそう言い伝えるようになった。その噂は少しずつ広まっていき、やがてたたりだって話になったってわけさ。噂はだんだん本当のことみたいになってきて、そこに行く度胸のある人も次第に消えていっちゃった。それで天然運用は最初その一部エリアの砂浜を封鎖し真実を解明して噂を論破しようとしたんだけど、シャブ業の方が一足先にここで肝試し大会を開催したんだ。もともと近づく勇気のなかった人々も砂浜の遊びはシャブ業が肝試し大会のために用意した肩慣らしの余興だと思うようになって恐怖心を捨てて再びここに集まってきた。でも僕は知ってる。あの遊びは花からシャブ業とは無関係だ。つまりシャブ業はたたりがあるって噂を知ってたくせにわざわざここを選んで肝試し大会を開いたってことか。あやとのやつ頭が切れるやつじゃなかったのか。一体何考えてるんだよ。さあ彼の考えを推測するより僕は自分の目の方を信じようかな。さっき依頼を受けたって言ったでしょ。実は砂浜で例の遊びをやってたらそこに数時間も閉じ込められてしまった人がいたんだ。彼の話によるとどの方向に向かって進んでも結局元の場所に戻ってきてしまったらしい。しかも仲間はすぐ近くにいたのに彼のことが全く見えなかったんだってさ。聞いただけで怖いぞ。彼が何かを隠しているのは明らかだったけど仲間の証言は手に入れた。つまりこれは事実だった。しかもこの一件が原因でますますたたりの噂は本当だと思われるようになった。シャブ業が肝試し大会を開催することを公表するまで
その砂浜に近づく勇気を持つ人は一人もいなかったんだ。誰が砂浜であの遊びをやれるようにしたんだろう。シャブ業はなぜそれを隠そうとしたんだろうか。この真相が知りたいってのもあって僕は進んで調査に来たんだ。僕のことは気にしなくていいよ。君たちと一緒に行動すると目立ちすぎるから、まずは一人で調査してみる。君たちも気をつけてね。僕が見た限りでは大半の人はここで起こることについて何も知らされていないみたい。だからヤブヘビを避けるためにもできるだけ他の人には話さない方がいいと思う。